吉田さん、クラウンのエネルギーフローの画面いいじゃないですか。私はこっちのシンプルの方がいいですね。システマチックのかっこいいやつとか別にいいんじゃないですか。ベンツぐらいに任しとけば、なんかトヨタっぽいっていうかね、アナログっぽいっていうかね、昭和っぽいっていうか、このギャップがなんかいいような気がしますけどね。だからこれでいこうかってことになったんですよ。強いて言えばいろんなパターンで表示できるようにもできたと思うんで、かっこいいバージョンとかね、未来派バージョンとかで、お絵描きバージョンとか様々あってもいいのかなと思いますけどもね。そういうことかな。いろいろありますよね。なんていうんですかね、私今ね、キックボクシングのトレーニングを始めて思うんですけども、キックボクシングをやる以上、向こうにも2本の手がついていて2本の足があるわけですよ。つまりキックやパンチを浴びるわけですよ。でもうダメだと思ってね、倒れ込めばそこで負けでしょ。でもパンチ食らいながらこっちもパンチを打ちに行くわけですよ。キック食らいながらこっちもキック出しに行くわけですよ。挑戦と失敗と成功ってこういうふうなことじゃないかなと思うんですよ。何か挑戦すればね、ダメージ食らうんですよね。でもダメージ食らったからって言って、はいお手上げですっていうふうにやっちゃえばそこで終わりですよね。でも何度ダメージ食らってももう一歩進んでみようっていうふうに思うから、試合になるんじゃないかなと思うんですよね。だから試合になってないんですよ、ほとんどの方はね。はい、100万円盗まれました、詐欺られました、ああもう終わりみたいなね。何やっとるんじゃんとね。いや、いくら稼ごうと思って100万円やられて押し込んでるんだって話じゃないですか。で、初期費用が30万かかります。30万か、いくら稼ごうと思って30万で躊躇してるんだって話じゃないですか。なんかね、30万払って30万を狙いに行ってんだったら躊躇するの分かりますけども、30万でね、お金払って数百万数千万を狙いに行ってるわけでしょ。なんて言いますかね、頑張らないとね。じゃあ行ってらっしゃい。